はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はコンパッションゴールというね話をしていこうと思います。何度かセルフコンパッション、自分に自信を持ちましょう、優しくしましょうっていうね話をしたことがあるかと思うんですけど、それを身につけるために今日は7つの方法がありますよっていうことが見つかったので、それをねご紹介したいというふうに思います。で、結論言うと、他人のためになることをやりましょうっていうことですね。自分のことばっかりに集中してしまうと、セルフコンパッションってなかなか磨かれないんですけど、自分に優しくしようって言ってる割にはですね、なんですが、他人のためになることをやることで、そのセルフコンパッションっていうのが磨かれていくと、それがコンパッションゴールだっていう話ですね。で、このこと自体はコンパッションゴールと言いますよと。で、何のためにそんなことをする必要があるのかっていうと、自分に自信をつけるためなんですね。だから人にいろいろと優しくする、親切にすることによって、結果その行動自体の恩恵っていうのを自分が受けることができますよっていうことなんですよ。で、今日紹介する技法でトータルで7つあるんですが、それらを実践してみることで自分自身に自信がついて、メンタルも安定するということなんですね。人に優しくするだけでですね。はい。で、セルフコンパッションっていうのを身につけておくと、一体どんないいことが起こるかっていうと、一つ目は問題が起きた時に動じなくなると、慌てることがなくなるということですね。それから周りの目が気にならなくなったりとか、それから自信があるので行動力が上がるなど、いいことづくめになるわけなんですよ。だからセルフコンパッションを身につけるために、コンパッションゴールという技法を実践して望む生き方を手に入れてまいりましょう。ということで、早速7つの技法をねやっていきます。7つの技法をですね、それぞれ、まあなんか7つの秘宝みたいなねもうボケてない、早速いきましょう。なんかいろいろとね、こんな風にボケたらね、7つの秘宝とかね、白秘宝、それはハリーポッターやないかとかね、いろいろ考えてたんですけど、まあ、言っちゃったんだけど、寒いね今日。ということで、1つ目ですね。1つ目は共感するだけで OK です。で、これは友人とか家族、恋人、同僚といった自分の身の回りにいる誰かに対して、何かその人がいいことがあった場合は、自分も嬉しいって思うこととか、テンションが上がってるね、誰かがね結婚の報告をしてくれたとか、出世しましたとかって言ったら、マジで結婚おめでとうとかね、同僚には出世おめでとうっていう風に、自分も嬉しいし、そのことでテンション上がってるぜ、アゲアゲベイベーふーっていうのを伝えてあげると。それから逆に、反対に苦しんでると風邪で辛そうだなとか、恋人に振られましたっていう風に、苦しい辛いっていうことがあったとしたら、自分も苦しいし不安だっていうこと、いやー、夏風邪とかしんどいよねとか、いや恋人に振られたらもう俺も1年は引きずるわみたいな風にですね、苦しいっていうことを伝えてあげると。ただし嘘はダメですよ。演技をしましょうっていうことじゃなくって、自分もその友人の気持ちだったら、家族の気持ちになったら、どれだけ嬉しいか、どれだけ辛いかっていうことを考えて、実際にアクション、行動をとってみたり、口に出してみたりするっていうことです。それから2つ目に、他人のミスに寛容になるっていうことですね。これは誰かがミスをしてしまった時に、まあ、誰でもそういうことあるよねっていうふうに優しく声をかけてあげると。で、人に優しくできる人っていうのは、自分にも優しくできるなっていう、ね、で、ミスをした人の気分があなたが声をかけてあげることによって和らぐっていうだけじゃなくって、その人との関係性っていうのがより良くなって、お互いのメンタル向上につながるという、まあ、ウィンウィンになるので、他人のミスに対しては寛容になりましょうということですね。それから3つ目に、他人の人生にポジティブな影響を与えるっていうものです。これは人生っていうと大げさに聞こえてしまうんですけど、日常をより良いものにしようっていうことで考えてもらえたら OK です。例えばランチに誘って楽しい時間を一緒に過ごしたりとか、困っている人を見たら助けてあげる。例えば道を教えてあげるとか、荷物を持つとかっていうことですね。といった、ちょっとした幸福感を、まあ、感じるとか言ってない、幸福感を味わうようなことをしてあげるっていうことです。で、この小さな親切の積み重ねっていうものが、メンタルを安定させることにつながっていきます。そして4つ目、建設的なコメントをするっていうことですね。例えば誰かがミスをしてしまった時に、大丈夫大丈夫っていうフォローの一言とか、お前何やってんだよっていう風に責めるっていうことだけではなくって、なんでそのミスが起こってしまったのかなっていうことを洗い出してみるという風に、具体的な改善策っていうのを提示してみると、例えばミスを洗い出してみようとか、それからこのミスをリカバリーするために今からできることは何なんだろうということを考えさせるとか、一緒に考えるっていうことですね。で、こうすると人間関係が向上していくだけじゃなくって、あなた自身のメンタルが安定するっていうことにもつながっていきます。続きまして、5番目、他人に害がある行為を全力で避けるっていうことですね。全力で避けるんです。
でポジティブな影響を与えるのが難しいと、例えばミスをカバーしてあげたりとかね、フォローしたりするっていうのが難しいというような場合は、日常の中で小さなね、親切をする気がなかなかないといった場合なんかには、とにかく他人に嫌な思いをさせないと、害があるような行為をしないっていうこった、そういった内容でも OK という。例えばあなたがなんか仕事のこととか人間関係のこととか日常何かしらでイライラするっていうことがあった際に、何かねこうその目の前にいる人に当たりそうになるとか、物をぶん投げてそのイライラが伝わってしまうというような場合なんかは、部屋を飛び出して怒りをぶつけないようにするというようなことですね。結局人って知らず知らずのうちになんかねちょっと怒りの表情を見せてしまっているとか、あるいは物に当たっている姿とかを見せると、その近くにいる人自体に危害は加えてないんだけど、なんか嫌な気分を与えてしまって傷つけてしまうというようなケースもあるんで、それを避けるっていうだけでもメンタルは安定していきます。要は自分のイライラとかネガティブな感情っていうものをどう処理したらいいのかっていうことが身についていくという、そんなお話ですね。それから6つ目に、利己的な行動、まあ、これはつまり自分中心の行動を抑えましょうっていうことです。取っちゃいけないってわけじゃないです。それが多すぎるとやばいって話ですね。で、人は大抵自分中心に物事を考えていますし、行動も自分が得をするようなことをしようとしてるんですね。それの最たるゆえが例えば詐欺とか、そんな感じですね。それを他人中心に考えようということで、考え方をシフトするだけで鬱とか不安から解消される効果っていうのが見られています。で、不安の源っていうのは自分のことに集中しすぎてしまうんですよ。例えば自分のお金のこととか将来のこととか家族のこととか、そういった自分のことに集中しすぎてしまうから、その軸を他人にそらしていくっていうことで、不安なことから解放されることでメンタルの影響を良くしていきましょうというところです。そして最後ですね、他人の役に立たない行為を避けるっていうことですね。まあ、自分のありとあらゆる行動とか発言っていうものが人の役に立っているかどうかっていう視点で捉え直すことが大事だということです。だから普段行っている仕事とか目の前仕事に関して、目の前の相手ですね、例えばそうですね、アパレルだったら目の前で服を買ってくれるお客さんとか、それから目に見えないお客さんの何の役に立っているのかっていうことを考えて、自分の今やっている仕事は、あるいは家事は家族の役に立っているのか、どんなお客さんの役に立っているのかっていうようなことを考えながら行動をとっていくと、そうすると仕事とか家事とかの質っていうのが自然と上がっていくんですよ。なぜかっていうと、自分の満足だけじゃなくて相手を満足させる、相手の役に立つためだったらこのレベルでいいのか、いやもっとできるなっていう風な建設的な考え方ができるようになっていくからっていうことです。で、今日の話を最後まとめていきますと、よいしょ、深く考えると、他人のためにどんなことができるかなっていうことをめちゃくちゃ深く考えるなんていう風に思うことまでする必要っていうのはないんですけど、時々気づいた時には人のことを考えて、あの人のために行動してみたり発言したりするっていうことが、引いては最終的に自分自身のためにもなっていきます。なので、たまには家族とか友人とか同僚のため、もしくは目に見えない誰かのために役立つことっていうのをしてみようっていうことをぜひね、実践してみていただけたらというふうに思います。ということで、本日はコンパッションゴール、他人のために役に立つことをすることで自分の将来にも役に立っていきますよというお話をさせていただきました。ということで、本日の動画は以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。